据え付け場所が水平でなかったり、床材が柔らかい時など、食品の重みが加わり、足が沈んだりすることにより、ドアがずれることがあります。機能上問題ありませんが、気になるときは次の手順で平行調整を行ってください。足カバーの両端を持って、手前に強く引いて外します。次に調節足を回して足を床面まで下ろし固定します。ドアが下がっている側の調節足をドアが平行になるように回して調整してください。左のドアが下がっているときは左の調節足を時計回りに回します。右のドアが下がっているときは右の調節足を時計回りに回します。回す量はドアの段差1ミリにつき1回転が目安です。足カバーの突起を穴に差し込み両端を押し元通りに取り付けます。調整後冷蔵庫本体が床になじむまでに数日かかることがあるため、調整したはずのドアに段差ができることがあります。段差ができたときは再度手順に従って調整をしてください。